ラミーガラは、リトアニアのパネベジース郡に属する都市。パネベジースと、ケダイネーをつなぐ道路の中間にあり、パネベジースから2 4トル南に位置する。面積は320ヘクタール。ネベジス川の支流の一つ、ウピーテ川が川を流れる丘陵にある。規模は小さく、2009年の調査によれば居住者の数は1700人を下回る。ラミーガラという名が、 歴史上初めて言及されるのは13世紀のことで、ある。1370年頃、ラミー柄の地は、ドイツ騎士団の侵略に脅かされていた。1500年より少し前、町で、最初の教会が設立され、1503年、町に対して、ラミー柄という名称が用いられるようになる。以後、少しずつ発展し、数年後には荘園を保有するようになる。 16世紀末期には定期市場を開催する特権を受けた。他のリトアニアの町と違って、ラミー柄は貴族の支配下に置かれることはなかった。どちらかというと、ビリニス大聖堂に属していた。1781年には、戦火で消失した教会の後に新たな教会が設立され、それに続いて教区学校も建造された。 20世紀になると、さらに拡張が実施され、2つの新たな学校施設とドミトリーが建造されて、荘厳な施設となった。この学校は2005年にラミー・ガラ・ギムナジウムと命名されており、敷地内には歴史的文化物が奉納された博物館がある。19世紀末には、3つの通路と祭壇を備えた、ゴシックリバイバル様式の教会が新たに建造された。 出立する首脳が特徴であり、第二次世界大戦の戦火を被り破損したが、1950年代に再建された。ありがとうございます。